大佐。ちょっと早くない？早いよ。心にビタミン C、バリトン系。ひなみさまでございますね。ありがとうございます。すいません。遅れまして、すいません。よろしくお願いいたします。お願いいたします。すいません。よろしくお願いいたします。ちょっとかっこよ。だろ？さあ毎度大きにということでやってまいりました。今回はですね、なんと長野県にグランピング白馬、何年ぶり、14歳ぶりぐらいの白馬行ってきまして、とてもとても素晴らしいグランピング施設、こちらに向かっている途中でございます。車内は快適、そして楽ちん、そして楽しく、いつものメンバーで、とりあえずミラクルヒカルさんのモノマネ見ながら行ってます。ミラクルヒカル姉さんの後はやっぱり元祖広瀬香美姉さんでしょうが、笑えよ笑えよ。誰も一滴もまだね酒入ってない状態で、なんやろね、やっぱ落ち着きないよねこのメンバー。いつもあのね、私の顔ばっかりに注目行きがちやと思うんすけど、左の桃子がいっちゃんやばいから、ほんまにこいつ一番やばいね。今映ってないけどね、よう見といて、ほんまね、おもろい顔するから。はい、おもろい顔してるー。やばい。おもろいことしてる。いや、飛ばしてる。おもろいことしてる。できた？我々ハモりながら絶対に釣られないように頑張ってるんですけど、なんか TikTok でボイトレの人がやってるハモりのやつがあって、それの決め台詞が言いたいだけ。それ言うためにやってる。大雨ですけれども、見てください、最高やないですか。できた。4人部屋でございます。タオル、リネン、すべて揃っております。そしてハンモック、こちらを開けると綺麗な山々、右手にはラージヒル、すごいですね。ジャンプ台見えないけれども、雨でも美しく楽しく過ごせる、そんなドームテントが完備されておりますということで、ありがとう。また雨の子もいいですね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。音だった、映ったぜ。よっしゃ、すごい逆に。やば、怖。やば。はい、チーズ。つけたバージョンもいいですか。つけたバージョンもいいですか。いいですね。お疲れ様です。ありがとうございます。最高。うん、まっ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 、あ、ここも最高。最高。グランピングめっちゃいいっすね。いいね、最高。こんないいんだ。シーリングファンもあるんや。何？シーリングファン。シーリングファン、なにそれ。あ、いい。上じゃないかな。これじゃん。あ、これだ。え、あと、あの、すごい。待って、どうしたどうした、ね、空間認知能力ないの。なになになに、殺されてる。あぶねえ。だからずっと思うとしてここまで。バカすぎる。何が起きたか分からなかった。サウナ火付け自分たちでやらなきゃいけなくて、で、薪を取りに行かなきゃいけません、うん、あ、実際それやめるか。そうしましょう、うん。この日はですね、あいにくの雨だったんですけれども、それもまたよしやない。うん、めちゃめちゃ自然、なんか山きれい、緑きれい、ほんで雲もね、低いとこ飛んでて、ここの施設は本当に素晴らしかった。このね、我々このドームテントに泊まらせてもらったんですけれども、なんと専用のサウナ、ソウナーがありました。ソウナーがね、奥に見えるのが白馬岳でございます。美しいね、この大自然の中バーベキューもできて整える、フィーリングすぎるやろ。どうすかどうすかどうすか、兄さん完璧、あざっす。職人完璧。うわ、すげえ。見てて見てて、いいんですか。見てて、気をつけて。
あ、ちゃんとついてる。サウナ用意できましたので行っちゃいたいと思います。整うわ。あ、いい匂い。あのヒノキにしたんでね、ヒノキの匂いがしてますけれども。かけます。おー、どうなってくる。うわ、熱っ。めっちゃ熱いよここ。あー、でもね、無理。冷たい。あー、無理。あー、やばい。あー、気持ちいい。気持ちいい。ということで、バーベキュー、ベイビーキュー始めていくわけですけど、見てください、このセット。やばくない？持ち込みも OK ということでですね、私たち近所のスーパーで買ってきたコーンね、あとこういう風にお野菜も洋さん買わせてもらいました。これで一旦、蓋を閉めて、晩ご飯と朝ご飯ついてますのでね、たっぷりいっぱい食べれると思います。アクアパッツァも素敵やね。これからこのグランピング施設を出てですね、一旦白馬のジャンピング台、ジャンプ台見に行きたいと思います。練習のしすぎですか。ゆっくり寝てください。そう、サウンズライクカフェ結構、はい、良さげだったんで、そこに向かって霊光しばきたい。 Is this coffee shop? It sounds like cafe. Sounds like cafe. クローズでした。次行きましょう。もしくはさっきの焙煎、焙煎、バイセン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 だよ、教えてくれよ、バイセンだよ、バイセンだよ、湾岸だよのやつ、バイセンだよ。あれ、もしかして今のサンズレコーヒーの人ですか。あれ今飲んでるんですか。はい、ごめんなさい。でもさ、今度11時半とかいう中途半端な時間に開ける。やばすぎ、大佐ちょっと早くない？早いよ。白馬焙煎工房。あざます。かわいい。でもこのカメラ、綺麗なカメラがいいかも。え？
今回はですね、白馬の旅ということで、本当に自然豊か、そして鶴屋っていうスーパーやばない、ほんまにもうプライベートブランドでもうますぎて感動してんけど、まあそういう風にね、やっぱ日本にもたくさん素敵なとこまだまだあるなという風に思いましたので、ちょっとお休みのタイミングが被ったりしたらまた行きたいなと思ってます。みんなのおすすめ旅先もまた教えてちょんまげプリン。